国道四百号国道四百号は茨城県水戸市から福島県山郡西合津町に至る一般国道である単独区間の起点は栃木県大田原市の皿と交差点である茨城県区間はすべて国道百十八号国道二百九十三号との重複区間である起点である茨城県内では全区間型路線重複である国道百二十一号と重複する区間は ア津西街道である、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、国道118号、国道293号及び、国道294号との重複区間は、それぞれの記事を参照。大田原西那須のバイパス、栃木県大田原市と那須塩原市西那須の地区を、原道の南側を迂回する形で建設された、バイパスである。 那須塩原市の国道4号と交差する西見島交差点から大田原市の国道461号と交差する三原交差点までの全長約 5km で1989年に着工2009年3月21日に全線開通した片側に車線で開通し総工費は約137億円大田原市の三原地区には 東部宇都宮百貨店大田原店や、ヨークベニマルなどの郊外型商業施設の集積が進んでいる。詳細は、大田原西那須のバイパスを参照関谷バイパス、栃木県那須塩原市下田屋と、関山約 1.6km にわたる。2000年2月開通、下塩原バイパス、栃木県那須塩原市関谷と、下塩原間の 4.6km にわたる。 異常気象時通行規制区間を約 4km 含む県道を3つのトンネルで迂回する計画となっている。2011年9月29日に1つ目のトンネルが開通した。片側1車線で総事業費は150億円。全線開通は2019年度の予定である。詳細は、下塩原バイパスを参照中塩原バイパス。 栃木県那須塩原市中塩原と上塩原間の 1.6km にわたる福音教書で屈曲部が多く歩行設備も不十分であった原道を南側に迂回している片側1車線で総事業費は22億円2011年9月29日に全線開通した詳細は中塩原バイパスを山椒田島バイパス杉峠バイパス三島町や内津町 西合津町境の杉峠にある福音協商区間の解消と万越自動車道西合津インターチェンジのアクセス改善のために1990年度事業化翌年度工事開始された現在までに三島方 1.6km と西合津方 0.3km が部分共用されている計画当初峠は 1.7km の長大トンネルで通過するとされていたが その後の地質調査で軟弱地盤であることが分かり、そのままでは、莫大な費用がかかるため見直され、原動を修繕して使用することになった。国道121号、国道352号、国道400号の三連重複区間福島県と栃木県の県境をまたぐ区間は、国道121号352号400号の三連重複区間で、この区間の道路脇には、 国内でも珍しく、三路線分だけ縦に三つ連なる、国道標識が立ち並ぶ、トンネル、編集お頭トンネル、上見よりポータル急カーブと急勾配の続く、従来の船花峠の改良事業である船尾航区の建設に伴い、国道改良事業として1986年10月25日に寄港された、1990年10月1日に貫通し、 1992年10月26日に開通した。総工費は14億5500万円。橋梁、編集福島県1980年度に着工された。1985年11月9日開通。1981年度に着工された。なだれによる交通障害の解消のために1980年度より、津な工区として事業化された橋梁で、 1981年度に着工した。掃除業費は1億8,920万円。三島町名入り座城赤屋にて一級水系阿賀野川、水系畳川支流の赤屋川の川口部を渡る。橋上は上下対向に車線で強用され、下り線側に福音2.5メートルの歩道が設置されている。1969年に架けられた。 急橋梁の福音強書対策のため掛け替えられた。総工費は2億9700万円いずれも山群、西合津町でが原にて一級水系阿賀野川、水系長谷川を渡る。長谷川右岸側の出が原地区を貫く京愛区間の解消のための改良事業として、長谷川左岸側にバイパス道路を整備するために関連橋梁として建設された。総工費は出が 原観音橋が3億1000万円。出賀原天神橋が2億9900万円。道の駅、編集平日24時間交通量国道121号との交点、手前側が重複区間。ありがとうございます。